主にはキャラクター以外の、風景や建物とか空とかそういう自然な景色とかを描いているのが背景美術のお仕事ですね。まあ、絵を描くのがお好きな方であればとなってしまいますけど、一日中絵を描いていられるお仕事というのがやっぱり最大の魅力なんじゃないかなっていうところと、あとは絵が上手くなりたいって思っている人の場合ですと、やっぱり身の回りにたくさん同じ志の人たちがいる世界なので、お互いに情報吸収し合ってたくさん自分では思いもしない絵を描く機会が多いものですから、そういった意味で自分の技術が上がっていって描ける絵の幅が広がっていく、あとはアニメーションそのものが好きとか映像作品が好きっていう方の場合、自分が描いた絵がアニメの画面になっていくっていう面白さもあるんじゃないかなって思いますね。手書きの絵の具で描かれた背景画を見る機会があって、それでどうしてもこの仕事がしたいなと思ったので、やっぱりデジタル化っていうところもあるので、工夫しながら手書きで風景を描かれたアニメーション作品が残ってほしいなと思いながら続けているっていう次第ですかね。アニメーション背景画で求められるのは、その草を描いてたかと思えば、まあ、電柱を描いていたりビルの窓を描いていたり、いろんな状況を一つの筆で描かなくてはいけないの でそんなに時間のある仕事ではないので、筆をたくさん持ち替えたりしている時間はそんなにないんですね。なので一つの筆でできる表情の幅が多く求められるっていうところで、筆は選んでいますね。アニメの背景美術の場合って、その風景画を描いているって側面と、映画の画面を作ってるっていう部分とか、まあ、半々ぐらいであるんじゃないかなと思っていて、で昨今ですと割と演出家さんがその映画的な画面を求められることが特に自分の現場の場合多くて、でもう一度しっかりフィルムカメラでカメラの見え方っていうんですかね、を研究してみようかなと思ったらすっかりハマってしまってっていうところですかね。まあ、ポスターカラーっていう画材がアニメーションの背景画では用いられるので、それを使っていただいて、手書きならではのハンドメイド感といいますか、自分で本当に自分と道具だけで描いたんだなっていう画面を楽しんでほしいなって思いますね。